キモすぎなんだよ。ランラン秒はキモすぎだろ。まあでもさっきのコースさ、うまく工夫すればめっちゃいい一発マリオが作れそうだね。さあ本編入っていきましょう。どうもランランキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日もトロールコース、昨日大ということで死なない鍵ということでしょうか。で今日はワゴンさんのコースやっていくんだけど、この方最近ツイッター見たらさ、どうやら任天堂のアカウント凍結されたっぽいんだよね。いやすいません笑っちゃって。でもしょうがないよ、あれだけトロールコースでバグ使いまくっててさ、で任天堂から消されて、その度に上げ直しまくってるみたいな。まあ僕自身としても結構ショックだね。これだけ面白いトロール制作者さんが赤バン食らってもう投稿されないみたいな。次はいつになることやらと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そんで今夜の9時なんだけど、朝早くから起きてさ、ザルそば1人前しか食べてないのよ。全然エネルギーが足りてない。だから今日はあまりエネルギーを使わないような実況やっていきたいですね。外幕クッパ様、もう今のでザル様3本分ぐらいのエネルギー使っちゃったって。あと18本ぐらいしか僕のエネルギー残ってないよ。あ、これ上行けるんじゃない？この上すげえ怪しくない？ちょっと行ってみる。実はあっちが正解っていう可能性もあるよ。早く起きてメカクッパ、寝てんじゃないわよ。さあここで起きてこのチタに捕まっていく。そしてあー、魚だ。てかさ、真面目な話していい？このコースね、見たことあるんだよな。あ、やったことあるかもしんない。これさ、キノコでしょ？で、ここに隠しブロックがあるみたいな。分かってんだよ。じゃあトランク、隠しブロックを叩いたらさっさこのキノコを取っちゃおう。そんで、ハリチタイのちくわを抜けていく。で、オンオフをすればいいのかな？一旦そのまま右行ってみようか。何もない。何もしてくるな、オンオフ。バックが急にこっちに来るとか、そんなことはないよね。もう黙っとけ、ビアキング。いやだね。意外と爆発の範囲広いのね。じゃあオンオフして一番右まで逃げておこうか。そんでこのまま右へ行くか、土管に入るか。土管入れないような気がするんだよな。土管に入れますね。僕入れないことを少し期待してしまったよ。 You are going to… 何これ、みんな怖いよ。あまり聞いたことのない効果音なんかつけてくれちゃって、おじさんびっくりしたじゃないか。そういうびっくり系はやめてくれ。あくっそ、だからおじさん弱いって言っただろ。そういうのはやめてくれよな。これから先そういうことがあったら僕怒っちゃうよ。じゃあここはさ、何もしないでよかったっていうことだよね。なんか最近の実況キモくない？バテラブロック、もうそのまま行っちゃうか。一旦ハテナブロックの中の確認だけしてみようと思ったら、めちゃめちゃチョロップおったな。ここは右押しば、それでいいんだろ。頼む、ここは右押しば、ブブブブブブドクルバーン。ここの罠めちゃめちゃ上手くなかった。どうなってたんだ。じゃあ左を進歩しとく。常に左を進歩だ。これでいい。やめろー。じゃあ下に落ちたらすぐ右に行ってジャンプしようか。そしてこの50コイン信用していいのかい。信用していいわけねえだろ。何回落ちてんだそこの沼に。なんで下に下がったの、ツタちゃんさ。もう一回上がってきてよ。ここ絶対上隠しブロックあるんじゃないの。ですよね。そんで最近さ、声がやばいですねっていうコメントをよく見かけるんだけど、作ってるところは作ってるからな、声。ですよねとか、こんな声僕普通じゃないかな。そしてここのカキも、何かしてくるのは分かってる。何もするな、ただ踏ませてくれればいいのさ。はいはい、分かってないよ、想定外。じゃあここは一旦左のドアに行こうか。右のドカの方が絶対怪しい。じゃあドカの方に入っていこうか。そんで僕はこのコースをちゃちゃっと終わらして鍋を食べたいんだ。僕さ、だいたい晩御飯でこの後何か食べますっていう時、鍋か麺類しかなくない？まあだいたいね、僕の晩御飯のコースはそれなんだけど、ここビッコインコースか。そんでここ、うわ、ちょっと待ってね、これ見たことある。本当にマジで見たことある。ここさ、世界一すごいって言われたトロールコースだじゃない。ていうか上行けないんだな、これね。前やった時3時間ぐらい攻略にかかってさ、でもなんかちょっと違うんだよね。まあでもそんなことすんなって。やめよっかな。マジで悩んでる。これね、ほんとにめちゃめちゃ時間がかかんのよ。3周させられたんだよ、ピンコインを全部集めてさ。3周してさらに全部罠が違うの。そんくらいぐらい鬼畜なトロールコースなんだよね。ここ上のリフト怪しくない？これ一旦乗ってみる？これで上行けるみたいな。あ、違うんだね。
ざけるな。面白いじゃないか制作者さんよ。そんでこれオリジナルのコースマジで見てほしい。本当にめちゃめちゃすごいからさ。まあ、概要欄にリンクを貼っておきたいと思いますせん。そしてここメット普通に蹴っていいのか。何も来るな。降りた瞬間左に行ってすぐ3本ガス。もう立てつくんじゃねえぞサンちゃん。誰サンちゃんって。おほほほほほ。めちゃめちゃパワーアップしてんじゃねえかオリジナルより。ここは左を進歩しなくちゃいけないのね。そんでドグロレートに乗る。メットは蹴っていいのかい。素直に蹴らしてくれるんだろうね。何も来るな。絶対何も来る。このコースちょっと僕ツボかもしんない。マルマルとかバレ系はずるいって絶対に面白くなるじゃん。なんかさ、じゃあ僕も笑わない。今から絶対笑うの。なんだよこれ。うん、どうせないの。じゃあここで USD を取ってキー。なんて垂らしてくんの。一生やし。東大が来るね。そしてあそこに行ける。んばー。もうちゃんとやっていくわ。もう石橋とか花とかわとかギャーとかは絶対もう言わない。じゃあここがしゃがんでおいて、ここで USA を取っていく。そしてここから、あ、右には行ける。あ、左に行けばいいのか。またバレじゃねえか。このバレ本当に投げていいの。もうなんかしてくる予感しかしないんだよな、このバレって。なんで重なんねえの。え、じゃあここ下に行っていいのかな。うぜー。もうなんなんだこいつらは。ダブルバレ。ちょっとしかもやられにくいなこれ。もうどけって。めちゃめちゃ神コースだ。もう神コース認定だよこれ。じゃあもうバネは持っていかない。そしてすぐドアに入っていこうか。こんなめちゃめちゃすごいトロールコースあんまり見ないな。じゃあここでハテナブロックを叩いて、今叩くしかないよな。右行っても何もない。じゃあ真ん中オンオフの下逃げとく。僕はもう絶叫なんてしないよ。何が来ても絶叫なんて絶対にしない。ビバビバ。ここはさ、もはやもう美しくなかった。ちゃんと左上と右上のあの飾りっていうのかな、このバブルたちの。めちゃめちゃ可愛くない。なんかちょっとうるさいんだけどな。鉄球これ上のオンオフできない。なんだてめえ。好奇心を持つなピオキング。今まで好奇心を持っていいことがあったことなんて過去に何とかしかなかったじゃないか。このハテナブロックは何。コインか。じゃあここはなんだ、あの毒のリットは。こん中に土管が隠してるとかそういうことなんじゃないか。じゃあここでパワーブロックは持てません。絶対こっち違うじゃねえか。死に耐久っていう感じですから。いや、これ結構きついな。キーです。キーは、死ぬっていうことでしょ。ていうかこれめちゃめちゃきつくない。ほら、裏を避けながら。いや、連打がきつい。ちょっと待ってね、一旦持ち方変えるわ。ここでバイ、オッケーオッケー。持ち方今変えてきました。ここで連打。オッケーオッケーオッケー。なるほど、こっちに行けっていうことか。いや、こっちが正解っていう可能性もあるよ。どうなんだ、頼む。もういいんじゃないんだよ。なんかやられる予感しかしないな。あ、なんかどっかにいるんだけど。え、ドア。人をバカにするのも大概せよ。じゃあブラッパギリギリ近づけばやられてくれるみたいな、なんかそういうのあるよ俺。このブラッパ強敵だな。口以外動かないぞ。え、このブラッパどかないのかな。あ、ほんとギリギリまで行ったらやられてくれるみたいだね。そしてこの針に当たって先に進んでいきみたいな。何笑ってんだ右下の顔は。そんなに楽しいか。さぞかし楽しいでしょうね。引っかかりまくってバーワーギャーギャーは騒ぐ自分を見てちょっと今噛みそうだったね。じゃあここは右足パン。いや、何もしない。逆に合ってんじゃない。この時計は絶対違う場所だよ。危ねえ。めちゃめちゃかわしてる。そしたら中間ポイント取りたい。絶対取りたい。何もしてくれない。右ダッシュで行こうか。下の砲台が怪しいけど、ここは右ダッシュ頼む。中間ポイント取らせて。なんでそっちに行っちゃうの。何ここ、また死体験みたいな感じ。ドアが2枚あるけど下の方入ってってみようか。そしたら、あ、上に出るだけね。じゃあどうやってやられるんだろう。右下のこのトゲメットに当たればいいだけか。そんなの簡単じゃないか。まあまあ優しい C 耐久だったね。これで本当ちゃんとやられてくれるんだろうな。実はやられませんとかそういうことはないよ。さっきどのタイミングでワープさせられた。ここらでジャンプしてみる。ジャンプして何もしない。でここで一旦右ダッシュすれば今度こそ中間ポイント取れるっていう感じか。さっさっ、マジで嬉しい。中間が、え、何これ。
まあまあここでチビになれくらいこれダミー。え、ちょっとよくわかんないな。一旦右行ってみる。パオじゃねえんだよこれさ。左のクッパクランってヒントなんかな。ダミーっていうのがよくわかんないんだけど、チェックポイント2が実は違いますよとか、そんなんだったらめちゃめちゃ鬼じゃない。まあ右下に土管があったから、そっちの方一回入ってってみようか。なんか今マリア変な動きしたね。何それ、かわいい。あれ、しゃがめ、え、マジでしゃがめないんだけど。え、コントローラーバグったんかな。いや絶対違う、このコースのせいだと思う。なんなんだこのバグは。しゃがんで右下に行けってこと。マイクアに入ったな、そこ。しゃがんで降りる。そしてあの土管の方に行こうか。あ、なんかあるな、レール。いや、レールがあるのはいいんだけどさ、レールがあることによってしゃがめなくなるとかいうバグ、マジでよくわかんないな。で、最初戻ってきました。なんか鍵手に入れてしまったよ。鍵を手に入れたらやられるっていうことなんじゃない？このコースの仕様的にさ、やっぱりそうじゃねえか。でもさ、こっち以外に行くべき道なくなかった？あのドアに早く入らなきゃいけないんじゃない？ここでダッシュしてドア。オッケー、これでよかったんだね。そしてここはなんか難しそうだな。はい、テテレティテロラテロラテティ、ここでボムへよ投げる。そしたら僕はチーソーで上にあの世へ行きます。当たろうか、ボムへよ投げて当たって左に行けばいいのさ。どうせここでチビにならなくちゃいけないからね。 Z ってなんだ、 Z って。この隙に Z なんかないよ。オンオフをして僕は何もしない。いやもう分かればこっちのものさ。ここは右を進化したら先に進む。大ジャンプ。ここ変わってくれるんだ。絶対今の大ジャンプもいけないと思ってた。で、ここのバネの場所は何もないね。そしてこのデカキノコの裏、何か回ってんのが見えんな。プロペラが左のハテナブロック叩いてみる。そしたらこれベーッドーと一緒にメリーゴーランド。っていうか今のメットどっから出てきた。そしてキノコ取っていいのか。何があんの裏に。メットが隠されてんのかな、やっぱり。じゃあハテナブロックを叩いた瞬間逃げろっていうことだね。いやー面白い。あんまり見たことのない罠がたくさん出てきて、このコースは本当面白いな。ステーション、これ以上騒がせるな。ザルそば1人前しか食べてないんだ今日。そんくらいのエネルギーはもう使い果たしてるよ。じゃあちくわブロック降りる。そしてここも下で右ダッシュする。オッケーオッケーオッケー。ここ隠しブロックとかないだろうな。頼む、何もない。おーしナイスさ。さあここで、ハテナブロック叩いていいのかな。あ、叩いたら花ちゃんが襲ってくると思う。だから叩いて右にダッシュだ。叩け、そこはちゃんと。もう一回右にダッシュだ、これでいい。なんで。じゃあハテナブロックを叩いてこの場所ぐらいに。ボケー。ハテナブロックを叩いて右側のリフトの左の方に逃げておこうか。そしたらボムエンは花ちゃんもかわせるっていうことなんやね。そんでこの右の花ちゃんと左の花ちゃん、移動するなよ、頼むから。いい子だ。左の花ちゃんは、いい子だ。そんでこの扉入れくらい。いや、オンオフ早すぎだろ。あの瞬間に入れてると。あ、右側の土管に行けって書いてるな。でもさ、右のレッド落ちたからあっち行けるの？てかこれどうやってやられればいいんだろうな。あ、このタイミングでオンオフが変わってくるのね。じゃあこっちは何、また新耐久かなと思ったら、またこの新耐久ね。いや、これきちんだよな。連打するの追加されちゃってやられるよ。いや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 。もう腕がめちゃめちゃ疲れてる。くっそ。いや、もうちょっと本気出すな。持ち方変えるね。ちょっと待っとって。オッケー、来た。こっから連打してやられてみたいと思います。オッケー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 。これもう変わったよ。これ簡単にやられるね。ラッキーラッキー。うわーみー。長かった決着もここで終わりのようだ。何もしなければゴールが開けるっていうことでしょう。ここはキーよく見たらキーですと、ハテナって書いてんじゃねえか。くっそ。それでまあ気づいてても絶対分かんなかったとは思うんだよな。じゃあ何もしないで待っておこう。そしたらこのレールが赤になって僕はゴールできるとは思うんだよな。いつのタイミングで変わるんだろうな。あ、なったなった。じゃあ開いてくれ、ゴールよ。お願いします神様。もう普通にゴールさせてくれ。あれ、なんか変わんないな。チビにならなきゃいけないとか、そういう感じ。じゃあチビになって一旦右ダッシュしてみようか。これでいいみたいな。あれ変わんないよ。なんかさっきと違うな。チビになって一時して右ダッシュしてみる。オッケーオッケー、これでいいのけ。頼む、うちにゴールさせてくれ。また髪をすり抜けるとか、ゴールをすり抜けるわけわかんないバグとか用意すんだよ、頼む。やったー。
いや、やっぱりこのワゴンさんのコースのクオリティはちょっと異常だね。めちゃめちゃ高すぎる。ただその分難易度もめちゃめちゃやばいことになってるけど、すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ忍者ウォーリアーサスケファイナルステージということで、説明文にみんな大好き壁登りって書いてるんだけど、これサムネのインパクトめちゃめちゃやばいよね。まあ壁登りって書いてるから砲台の上をどんどん登っていけっていう感じだと思うんだけど、マジで謎なのよどうやってするか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.26%。 そんでゴール条件もあったんだよね。コインを1枚取ってからゴールか。まあ、そんなのどうでもいいのよ。どうやって登るかなんだよね、問題はさ。え、これ潰されないの？あ、潰されないね。あ、はい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 。この剣を刺すことによってどんどん上に行けるってことか。そしてこのコインを取ってゴールしろっていう感じで、ね。いや、すごいね、このコース。でさ、クリア率が 0.2%は超難しいと思うんだよね。めちゃめちゃ早く行かなきゃいけないみたいな。これ早く登り方とかあんのかな？で、ここのコインをどうやって取るかなんだけど、剣で届くかな。一旦ちょっと剣で試してみようか。最初ジャンプした方がいいよね。そしてこの剣で刺していくみたいな。連打の方がいいのかな。いや、どっちの方がいいかわかんねえな。そして剣で、剣で来いよ。剣で、剣荘炎になっちゃうよ。リアル検証員になりました僕。まあ去年か一昨年ぐらいにね。これ連打してってみる。連打とタイミングどっちがいいか分かんないんだけど、これ剣でやっぱ届かないのか。あ、届く届く。で剣で叩いてバネを上に上げてゴールポールに触るみたいな。多分そんな感じだよね。さあこれでもうゴールしようか。ちょっとジャンプミスしたね。頼む、これで。いや、連打しようか。連打して、剣で刺して、剣で刺して。あっ、最初マジで早く行きたいね。なるべく時間が欲しい。ここはまず連打して、でバネの真ん中を綺麗にきっちり剣で刺していく、剣で刺していく。そしてこれ、いやー、惜しい。っていうかこれ下から行けんのかな。上からゴールする。ここまで来れば全て探ってやる。もう全てやれることは僕はやってやる。ここで真ん中できっちり剣で刺していく。下からは下から、やだーやっぱ下からで合ってたんだ。いや本当にこの一発マリオのアイディア面白いね。初めて見たこんなの。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。